レンフェ490系電車は、スペインの国有鉄道、レンフェが保有する電車。高速列車アラリスで運用され、イタリアの車体傾斜式高速車両、ペンドリーノの技術をベースとした、強制車体傾斜式を採用。同列車は最高速度時速 200km を誇り、航空路線を意識した旅客サービスが取り入れられていた。九百九十年代中頃、レンフェではこれまで、 約30年間使われ老朽化したタルゴ3に代わる車両を必要とし、従来からのタルゴ編成に代わる新世代の電車方式の車両が求められた。入札が行われた末、フィアットとアルストムが製造する他のヨーロッパ諸国でも、すでに運用され比較的低予算で導入できるイター460を元とする車両を10編成導入することが決定された。 マドリード・バレンシア間の使用路線を考慮し、最高速度は時速2 0 0トルとされた。フィアットとアルストムの企業体は10編成の490系を納入することになり、追加となる14編成のオプションもあったがこれらは予算上実行されなかった。10編成はバルセロナとバレンシアの企業体パートナーにより製造されている。板460をベースに、 アラリスでの運用から3両で構成されている。車体はアルミニウム製で、戦闘車の独特な先端のデザインはジョルジェット・ジュージアーロによる。ボギー台車は車体傾斜機能を持ち、スペインの機関線6 6 8 m、mm、m に合わせられている。車内サービスは、アベニューやユーロメット、アルコなどの他のスペインの優等列車のように、 航空路線を意識したサービスが提供され以前より快適となっている。一等車に当たるプレフェレンテは片側の制御車に設置され2プラス1の座席配置となっている。それぞれの座席には折りたたみ式テーブル、オーディオ、ビデオのコネクター、ゴミ箱、独立した肘掛けと足掛けなどが設置され、背面と座面はそれぞれ別々に調整ができる。プレフェレンテの料金には 出発駅での無料駐車券、出発駅でのラウンジ利用券、新聞、ウェルカムドリンクや食事の提供サービスなどが含まれている。二等車にあたるトゥーリスタは、中間車ともう一方の制御車に設置されている。座席配置は2プラス2の集団見合い配置となっていて、一等車よりはシートピッチや座席幅は狭くなっている。ありがとうございます。